なんでこのニットこんなに売れるんですか？やっぱり T シャツ1枚より立体的に見える、これがよりお客様には受けてる。リブがきつすぎないっていうのはすごく大事なポイントで、うん、実際に自分が着てみると、うん、すごい納得するというか。BR プレスルームの沖田愛香です。今日はこちらの BR ショップからお届けしたいと思います。ここ BR ではニットがものすごく売れるという情報を聞きまして、今回は調査しに来ました。ニットは私も大好きで、どんなニットが売れているのか調査しに行ってみたいと思います。今回は助っ人として大和さんにお話を聞きながら店内を見ていきたいなというふうに思っています。ニットが売れるって本当なんですか？本当です。真夏でも売れます。真夏でも？夏に着るためのニットもめちゃくちゃ売れるんですよ。それはサマーニットみたいな感じですか？そう。それではちょっと大和さんと一緒に中に調査しに行きたいと思います。お、森さん。あ、どうもこんにちは。こんにちは。暑い中ありがとうございます。こんにちは。今日すごい暑いですね。めちゃくちゃ暑いです。 BR でニットがものすごく売れていると聞いてきたんですけど、はい、ここが噂のニットのコーナーですか？噂のニットたちです。白と黒が多いんですかね。白黒が多分レディースでは白ってすごく当たり前かもしれないですけど、メンズの白のニットってなかなかないんです。確かにこう街中とか歩いてても。ですよね。はい、こちらにも、うんうん、あ、こっちは少しちょっと秋っぽいというかこっくりした色が多いですね。ここの2つのコーナーになるんですね。こことここが、うちのメインで、もう基本カシミヤが、通りで肌触りがすごいいいですもんね。シンプルな質問なんですけど、なんでこのニットこんなに売れるんですか？昔は男の人は仕事の時にスーツを着るっていうのがもう圧倒的に当たり前で、まあ、当時からお仕事でもリラックスした格好が許される人がお客様に多かったんですよね。なるほど。でそのライフスタイルに憧れる人っていうのも多くて、で、まあ、やっぱり T シャツ1枚よりは肉厚感があって、こうリブがあることで立体的に見える、まあ、それがまあカジュアルすぎないというか、男性ってジャケットを着てなかったり襟がないものを着てることにちょっと不安を感じる人っていうのも多いんですよ。落ち着かないっていう。ニットだと、まあ、上品にも見えるし、そんなにこう失礼な格好っていうのになりにくい。でデザインも割とこうシンプルで、そうで、シンプルなものほど素材の良さがこう目立ってしまうので、まあ、森のスタイルもカシミヤを着てて、はい、スラックスを履いてスニーカーを履いてるだけなんだけど、これで T シャツ1枚でもいいっちゃいい時代ではあるんだけれども、やっぱりニットを着てることで格上げしてくれたり、すごく便利なアイテム。ちょっとかっちりとした印象になりますので、そういうことを知ってるお客様が多いので、うちではカシミヤ中心にちょっといい素材を揃えてるって感じです。で、まあベーシックは白、ネイビー、黒なんですけど、 T シャツ代わりで着られるお客様はすごく多いので、やっぱり白っていうのはすごく取り入れてほしいから、なんか私も欲しいぐらいすごい綺麗な真っ白。沖田さんもめちゃくちゃ似合うと思います。私も夏ニットデビューしようかな。すごい可愛いですね。これこの V は V いいですね、うん、ほとんどうちに置いてあるニットって別注なんですね。やっぱり着丈とかネックの感じとか、うん、例えばネックが緩すぎるとか、イタリアとかヨーロッパのニットって日本人が着るとそういうこともあるんですよ。少し細身の人だったりとか、緩んでることでだらしなく見えたりする。なるほど。あとこの T シャツの出方がこだわりがある人もいっぱいいて、T シャツでですか？そう、白がちょっと入ることで抜け感を出したいんですよ。印象がでも変わりそうですね。ここから T シャツが見えるか見えないかは結構なんか顔の印象が変わりそう。今ってクルーネックにジャケットを着るっていうスタイルなんてもう当たり前じゃないですか、うんうん、それだと T シャツを出したくない人もいっぱいいるので、うんうん、ちょっとしたそういうサイズ感とかバランスにこだわる。丈があと1センチ長いとか、うん、1センチですか？ V ネックとかも空きがあと2センチ上だったらいいとか、着すぎてるとそれはそれで色気出しすぎでしょみたいな感じだし、この間の戸賀さんの時に戸賀さんが V ネック着てたと思うんだけど、位置的にはほとんどクルネックと変わんないんだ、なんだけどちょっとこう色気が増す。クルネックがなんか苦手な人っていうのもやっぱりいるし、 V ネックが苦手な人っていうのもいるし、その中でそういうビサをつけることでお客様の要望に応えていくっていうか。せっかくなんで着てる姿とか見たくないですか？見たいです。僕以外で。今日はしっかり用意してあるうちの名物スタッフ小林くんです。
モデルかと思いました。かっこいいです。かっこいいです、はい、ホワイトホワイトでなんかこう爽やかな印象で、私なんか V ネックってもっとなんかこういうイメージというか、ちょっともう少し胸元が見えるイメージだったんですけど、思ったよりこう上の方にある、そうですね、詰まってる、うんうん、だから上品な感じが、うん、ですごい私は好きです。これがすごいやっぱりこだわりで、大人向けのブランドって、うん、この秋ってあんまりなかったんです。そうですよね、うん、もちろんカシミヤです。へー素敵、はい、でこれがフェデーリっていうブランドで、これがまた違うブランドになると V ネックの秋がまたちょっと変わるんですね。本当にビサなんだけど、ね、うんうん、それをちょっと見てみましょうか。気になります。あ、じゃあせっかくだから沖田さん選んで、選んで こっちがもう少しあの秋が深いタイプのとか、うわでもベージュとかも素敵。そうベージュもいい。赤とかちょっと見てみたいかも。いいじゃあ赤いきましょうか。赤見たいです。OK です。着てみました。はい。どうでしょう。印象がまたガラリと違いますね。ここがさっきよりは深くなったんですかね。そうです、本当にビサなんだけど、うん、やっぱりちょっと深くて、うん、これだと BR のお客さんはあんまりそういう人いないんだけど、シャツも着れると。ああ、うん、中にってことですか。へえ、うん。あとはネックレスとかアピールしたい男性はこっちの方が見えるというね。そうそう、なるほど、そういうのもある。そこまで考えられたニット。そういうことです。男性がこういうカラーを着てるのあんまり見たことなかったんですけど、売れるんですか。めちゃくちゃ売れます。めちゃくちゃ売れますね、はい、あの特にこの真っ赤じゃないから割と着やすい赤で、うんうん、まあ、これにこうパンツが黒だったり靴が黒だったりすると割とこうファッションっぽく見えやすい。なるほどなるほど。なんだけどベージュとか合わせると安心感のあるコーディネートなので、どこに行ってもまあそんなに驚かれない、万人受けする格好ではある。そうそうそう、やっぱカシミヤだとこういう綺麗な発色になるので、それもいいところかもしれない。カシミヤならではの発色、はい、発色優しい感じが出るので柔らかいですそう触りたくなっちゃいますよね柔らかいです。他にもなんか紫とか水色とかこう、はい、いろんなカラーがあったんですけど、何が一番売れるんですかね。カラーは毎シーズン少しずつ変えてるんで、うん、どれが売れるっていうのはあれですけど、まあ、ずっと売れ続けてるのはうちは意外にパープル。紫、はい、へえ紫ですか。そうなんです、まあ、あの大和さんが好きだから売れてるのかもしれないですけど痛いです今度紫着てるあの鬼のように持ってます本当ですかカシミヤのやっぱり紫、やっぱ色がすごい綺麗に出るので、うん、コットンの紫よりカシミヤの紫が大好きで、うん、夏もカシミヤ着るって言いたいんだけど、だんだんちょっと辛くなってきて暑くてやっぱ今暖かいですか。こう、ね、でもあの暖かい通り越して暑いですこれはセッテフィーリカシミヤっていう、うんうん、まあ、BR ではもうあの大定番、おめちゃくちゃ売れるニット、パターンから全部別注してるんですよ。へえ、もうリブも全部太さから別注してるんです特にねここが分かりやすいんですけど、ここが短いんですよ。おだからより T シャツっぽく着れる。ニットってもうちょっとリブがある感じじゃないですか、うんうんうん、まあこれが普通のニット。そうですね、うんうんうん、多分半分ぐらいだと思うんですけど、うんうん、これがよりお客様には受けてる。きつさも結構重要で、きつさリブが強すぎると、うんうん、大人っぽくなりすぎちゃうんですよ。こうなっちゃうんですよねリブが。あ、でもあります、そういうニット T シャツのノリに近い上品見栄を目指すんであれば、うん、リブがきつすぎないっていうのはすごく大事なポイントで、うん、もう探してる人がいっぱいいるんですよ男の人。なるほど。さっきネックからどれぐらい T シャツが見えるとか、うん、BR に T シャツチラ見せの魔術師っていうやつがいる。何ですかそれT シャツチラ見せの魔術師。あのカメラの前の皆さんはきっとお気づきだと思います。そうそうそう、どうも、ありがとうございます。お会いできて光栄ですこことここから T シャツがチラ見せ、うんうん、あのいつも使ってるチラ見せ用の白 T じゃないですか。何ですかそれ。ちょっとね変えてるんですよ。え、一枚で着る時用とインナー用で長さ身幅の感じ。へえ、こうパッと見何も分かんないですよかったです、うん、なんかパッと見すごいかっこよく着こなしてるなって思いました。ありがとうございます、うん、V タイプとか、はい、こう丸タイプでこう見せ方とかがちょっと違うみたいな話してたじゃないですか、はいはいはい、
おすすめのこうなんかあるんですか、見せ方みたいな。見せ方、僕はでも大体クルーネックでほんのちょっと 0.5 から1センチぐらいで、で、まあ、裾はまあ1センチから2センチぐらい見えてもまだいいかな。なるほど。見えすぎても逆に、汗すぎて逆に出てんじゃねみたいな細部までこだわりがすごい。これも体型によって、まあ、僕と研修で選ぶ T シャツは絶対違うと思うし、そのね、旅に出るよな。出ますこのスタイリングをしたい人たちはあの T シャツ探しの旅に出ます。ニットってリブがついてるじゃないですか、はい、その分こう体にフィットするじゃないですか。なるほど、うん、丈感は良くても緩かったら T シャツこうなっちゃうんですよ。なるほどなるほど、うん、これがちょっとブライスと言うんですか。僕細いんでなかなか体にピタッとするような T シャツがなく、その選ぶ旅が結構かかりまして、ほう、はい、でも見つけることができたんですけど、うん、でもちょっと丈長いとかスタートが。だからコインランドリー行って乾燥機ちょっと丈詰める、年に 2,3 回やってます。それが大事なんですね。それを作るんだね。作ります。確かにそう今言われてみると、このピタッとしたこの感じがスタイリッシュに見えますもんね。個人的にはセッテフィリーのこの今着てるニットとかリブのこの縛り具合も強くはないんで、うん、T シャツ重ね着しやすいっていうのは。なるほど、はい、だから結構フェデリのニットとセッテフィリーのニットでコーディネートの感じはよく変えます、ね、うん、確かに。フェデリは細めの人はあんまりこう T シャツを出さないで上品に着る、うん、こういう格好したい人はセッテフィリーを選ぶ。うん、ここに来ればT シャツの魔術師さんが一緒にこう考えてくれるみたいなのはあるんですか。もちろんです。お、うん、ぜひ一緒に黄金比を見つけましょうお、はい、そうなんです。皆さんここに来てください。私も着たりとかできますか。全然できますよ。普段こう私服意外と黒とかが多くて、黒を着てもいいですかね。丸丸首がいいかな。丸だとこっちこれかな。ほ、この黒を私もちょっと着てきたいと思います。見てください、着替えてきました。めちゃくちゃかっこいいです。 BR の人ですか、はい、今日から働こうかな。着心地が良すぎてなんか服着てないぐらいのなんて言うんだろう、柔らかくて空気を含んだね。ね、なんかふわっといいですよね。する感覚で。全身メンズを着た感想はどうですか。私こんなカジュアルな格好をすることあんまりないので、はいはい、すごい新鮮な気持ちですね。本当ですか。でもなんかこうメンズの洋服だけどこうレディースでも、あ、意外と着れちゃうんだ。ですよね、うん、こんなにいい生地のニット、はい、こう初めて着ました。いや、よかったです。なんか BR がニット売れる理由ちょっとでも分かっていただけます。分かりました。こうなんか話を聞いてて、うん、あ、素敵なところいっぱいあるんだなって思ってたんですけど、実際に自分が着てみると、うん、すごい納得するというか、あ、なるほど、だから売れるのかっていう。ニット以外にもいろいろあるんですけど、うん、今日はニットだけにしておきましょうかね。はい、まだまだお話聞きたいんですけど、まだまだ、はい、今回の動画はこれで以上になります。これからも大人のファッションやライフスタイルを配信していきたいと思っています。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画もお楽しみに。チャンネル登録はこちらです。おすすめの動画はこちらです。